When it seems like you have lost control And you feel like you're alone When you lost something worth fighting for っていういい雰囲気の映像は一時停止して、ここで皆さんに質問です。皆さんはこのスニーカーではなく中のインソール、インソールは何を使っていますか？ Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシです。はい、ということで本日はですね、多分僕の動画をご覧いただいている方って多分スニーカー好きの方が多いのかなとは思うんですが、たまにですね、足が疲れるなって感じることはないですか？まあ、去年の10月にですね、大阪から東京に引っ越してきて、結構電車に乗る機会っていうのが増えたんですよ。それで大阪にいてる時よりもですね、歩く距離が増えたなと。まあ、そこでですね、今まであんまり考えてなかったんですが、結構足が疲れるなって思ったんです。まあ、いろんなスニーカーを持ってはいるんですが、履き心地のめちゃくちゃいいスニーカーはちょっと省いたとして、どうしてもクラシックなモデルだったりすると、ソールが硬かったりするので、どうしても疲れるなと。まあ、スニーカーもですね、履くシーンに合わせて作られていて、まあ、ランニングであったりとか、バスケであったりとかの競技であったり。まあ、そこでなんですが、インソールの役割ってめちゃくちゃ重要になるなって感じたんです。ただまあ、このインソールもですね、使うシーンによって求めることって変わってくると思うんですよ。で、そこでとあるものをですね、スポーツ用サポーターナンバーワンのザムストさんから提供していただきました。で、まずはですね、そのザムストの説明なんですが、医療メーカーとして整形外科向けの製品を40年以上にわたって開発製造する日本シグマックスが1993年に設立したスポーツ向けサポートケア製品のブランドです。整形外科の分野で培った技術と経験をもとに様々なスポーツシーンで支える製品開発を行っているんですが、そんなザムストさんから今回提供していただいたのがこちら、衝撃対策インソールフットクラフトクッションドというインソールなんですが、これね、めちゃくちゃいいんですよ。もともと高機能タイプのモデルがあったみたいなんですが、今回エントリータイプとして新規ラインナップされたみたいなんです。で、さっきもですね、少し話したんですが、やっぱり使うシーンによって求めることって変わってくると思うんですよ。ということで、今回こちらはですね、スポーツ、そしてスパイク、ランニング、で、僕が使うですね、このウォークの4種類のシーンに合わせて展開されております。で、これがですね、ウォークのインソールなんですが、まあ、インソール自体がですね、めちゃくちゃ軽いですし、しかも薄いので、かなり快適です。で、高性能のインソールっていろいろあると思うんですが、やっぱり分厚さがあるので、それをスニーカーに入れるとどうしても窮屈になるんですよ。ただ今回のこれはですね、めちゃくちゃ薄いので、そのデメリットの部分っていうのも解消されると思います。で、多分僕の動画をご覧いただいている方はですね、ライフスタイルで履くことが多いかなと思うので、このウォークがいいんじゃないかなと思います。で、中にはですね、スポーツをされている方もいらっしゃるかなと思いますので、こういったスパイクであったりとかランニングっていうのもおすすめです。まあ、スポーツをされている方であればですね、怪我にもつながる部分かなと思いますし、僕の動画をご覧いただいている多数の方はですね、疲労感につながってくるのかなと思うんですよ。まあ、やっぱりかっこいいスニーカーであったとしてもですね、疲れるのであればどんどん履かなくなってくるかなと思いますし、まあ、いろんなモデルのスニーカーでですね、そういった履き心地の部分であったりとかクッショニングの部分がですね、こういったもので解消されればいいんじゃないかなと思います。まあ、実際ですね、僕はこのウォークをですね、いろんなスニーカーに入れてみて使ってみたんですけども、めちゃくちゃ履き心地が良くなりました。かかとの部分にですね、衝撃吸収素材が入っているのと 3D アーチ設計になっているので、もうめちゃくちゃ足が楽になります。あと、このインソールの表面なんですが、ヌバック調になっていて、足触りもめちゃくちゃいいんですよ。で、今月ちょっとアメリカに行く予定があるんですが、そういった海外に行った時って、日本にいる時よりも移動する距離って増えると思うんですよ。もうこれは必須で持っていきたいです。動画説明欄の方にですね、各種リンクを貼っておりますので、ぜひこちらの方からですね、詳細をチェックしていただければなと思います。もう本当にこれはですね、今回使ってみてめちゃくちゃ良かったので、今後もですね、いろんなスニーカーで使っていきたいなと思います。はい、ということで本日はザムストさんから提供していただいたインソールを紹介してみたでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、改めてなんですけども、今回これを使ってですね、インソールの重要性っていうのをめちゃくちゃ感じましたね。
まあいろんなねスニーカーを持ってはいるんですけども、めちゃくちゃ履き心地のいいモデルっていうのもあったりするんですけども、まあ、そうじゃないクラシックなモデルっていうのももちろんあるんですよ。っていうのもあるので、これは今後も使っていきたいですね。まあ、今回案件ではあるんですけども、使ってみてそれぐらいいいなと感じましたね。まあ、特に僕であればですね、そういったクラシックなモデルも結構好きだったりするので、まあ、こういったところでですね、そういった履き心地っていうところをカバーしていきたいなと思います。本当にかなり薄いので、スニーカーが窮屈になることはないんじゃないかなと。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。26, 80 amps on your feet. Get the air, get the mic, show me why you're gone.